70代だそうです。おお、どうなるか分かりませんが紹介したいと思います。太平洋クラブマッチプレー選手権2015年優勝者のさぎさんです。どうもよろしくお願いします。お願いします。さらに今回の女性ゲストはとてつもない女性です。葉山国際のクラブチャンピオンになった塩田さんです。よろしくお願いします。何か意気込みとか出ることになってあればどういうこと。女性に負けないように頑張ります。じゃあ、男性に勝てるように頑張ります。はい、お願いします。お願いします。よいしょ。右の大丈夫そうです。超えました。すごいからね、めっちゃ飛びますから。お願いします。よいしょ。長い滞空時間が長い。ナイス。ありがとうございます。よいしょ。わあ、まだ飛んでる。さぎさん狙うんですか。今日狙います。はい。190ぐらいです。はい。ことあるんですね。おー、落ちてきた。今のノーカットで。おー、近そう。ポン。ナイソン。今うまく出たね。うん、ナイソンです。全然来ないですか。全然来ない。久々でしたかな。めちゃくちゃ久々です。前プラちゃん出た時に以来だから5年ぶりです。本当に来ない。なんか寒いんだな。確かに。塩田さんはなんか私は2回目です。あ、そうなんですね。たまたまって最近回る機会があって、で初めて回ったんですけど、その時良かったんですか。その時はまあまあそこ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 70代だそうです。バーディー期待してます。おー、あんまり切れない。 OK です。ナイスパー。
手前ですか。しおとさん、ここはどんな感じで行きますか。ここは58度で上げて、ランを少なく止める感じで行きたいと思います。はい、おー、本当にその宣言通りうまい。ナイスオンです。そこしかないよってとこ飛んだね。いや、俺ドライバーじゃでかくないって思ったんだけど。塩田さんはいくつからゴルフされてるんですか。私10歳から。ここしかないところに行きました。ちょっとゆっくりでもいいぐらい。なんかやっぱり下ろす瞬間にバンってなっちゃう。ここがすごい強すぎるからもっとこう上げて下ろす時間が同じぐらいの感じ。こっちはゆっくりでも。